昭和21年、5人兄弟の末っ子として唐津に生まれ、昭和22年、一家は福島県勿来に引き上げ、神田錦城高校の柔道部で活躍、卒業後、講道館三鷹警察署などで稽古し、大成高校柔道部コーチを務め、20歳の時、左肩脱臼、これが致命傷となり柔道を断念。暗い失意の日々が続く。そんな勝明を見かねた兄勝男の勧めで、極真空手の門を叩くことになる。極真空手入門後、持ち前の根性と努力で3ヶ月で緑帯、6ヶ月で茶帯を許され、前代未聞のスピード昇進である。勝明はますます空手に魅せられている。朝4時半起床、12、3キロのマラソン、腹筋1000回、腕立て伏せ300回を毎日こなした。第2回極真オープントーナメント、全日本選手権に初出場。しかし長谷川一之選手の左回し蹴りを受け、KO 負けを喫する。この屈辱をバネ、なお一層の稽古に励み、第3回大会では見事優勝、さらに第6回大会で2度目の優勝を果たすのである。前に日本が負けるようなことがあるならば、ここは全部を蓋を作るという、そうな格好で優勝しなくてはいけない。そして今度の世界大会に必ず日本勢が勝利を得なくてはいけません。
史上初の世界チャンピオンを誕生した。自らの手でその栄光を